竹村幸太郎10月12日隊は、日本の元、国土交通官僚、元、国土交通省下選局長、現、財団法人リバーフロント整備センター理事長、日本水フォーラム代表理事、事務局長。専門は、土木工学。博士。神奈川県出身。建設省在籍時より作家、島東成として、建設関係業開始を中心に、 数々のエッセイを連載している。主に竹村の専門である株構造を中心に日本史や世界史の仮説を立てており社会資本の論客として注目されている。また、100年後には北海道が日本の国葬地帯になるという持論を持っている。また、建設行政に関する経験、意見等を述べる際は島島なりと復帰する場合もある。 中部地方建設局河川部長在任時は当時問題となっていた長良川川口関建設問題で当時保有していた地検の全省データをパネルを用いて公開に踏み切った。また河川局長在任時は朝日新聞のコラム窓の建設省の嘘におけるデータ等に対して公開質問上のやり取りをインターネット上で全文公開し物議を醸した。また この責任は竹村自身が負ったとされる。読売年間2016年版 P266。ありがとうございます。